今週の注目はザ・ピックアップ。皆さんこんにちは、アシスタントのゆうせいです。この動画は宗広義孝の中央競馬前列開講ライブ放送の過去の放送データをもとにピックアップした注目馬のまとめ情報となります。こちらが印の解説となります。じっくりご覧になりたい方は画面を止めてご覧ください。はい、では土曜日中山競馬場です。天気予報は晴れとなっています。芝ダートの重い軽いについては概要欄に説明がありますので、そちらをぜひご覧ください。10レースのグリュースゴッドは短距離適性を示した馬です。11レースのロジハービンは東京での瞬発力が見たい馬で三角の状態です。11レースのレイト完成王は軽い芝が鍵の馬です。12レースのトクシースタロンは重いダートが合う馬です。続いて土曜日阪神競馬場です。天気予報は晴れ時々曇りとなっています。4レースのメモリーズオブユーは初戦が上々だった馬です。9レースのカーメルタザイトはおそらく持続力が武器の馬です。10レースのテーマファクターは小回り 1700m で見直し、そして重いダート武器の馬です。三角の状態です。10レースのサンライズグルーヴは外枠希望の馬です。三角の状態です。10レースのヘブラン氏はダート適性が高い馬です。三角の状態です。11レースのエスコーラは軽い芝でのパフォーマンスが秀逸な馬です。12レースの白山パイオニアは軽い芝が合う馬です。三角の状態です。12レースのプロスペリダードは軽い芝が合う時計優秀な馬です。続いて土曜日中京競馬場です。天気予報は晴れのち曇りとなっています。2レースのエイシンネクタルは 1200m が合う馬です。3レースのメテオールライトは馬群が OK な馬です。三角の状態です。8レースのタフトテソールは 2600m に興味がある馬です。三角の状態です。8レースの待機ラフターはおそらく重い芝向きとのことです。三角の状態です。8レースのネビルーズは重い芝向き、騎手は 1800m を示唆していた馬です。三角の状態です。9レースのバウンシーステップは 1400m 以外が見たい馬です。11レースのホービスケッツは軽い芝が合う馬です。三角の状態です。続いて日曜日中山競馬場です。天気予報は晴れ時々曇りとなっています。7レースのアースイオスは10月29日の時計が上々だった馬です。三角の状態です。10レースのパワーブローキングは軽いダートが合う馬です。三角の状態です。11レースのメタマックスは重いダートで3位ということです。11レースの鈴鹿コテキ隊は危険マークがついていて内枠注意とのことです。三角の状態です。11レースのアティードは右回りの重いダートでという馬です。三角の状態です。続いて日曜日阪神競馬場です。天気予報は晴れとなっています。7レースの熱血社長は重いダートで3位ということです。9レースのマイネル・ラウレアは決め手が上々な馬です。三角の状態です。10レースのクレメ・ダンジュは重いダートが合う馬です。11レースのキャットファイトは長い直線が合う馬です。11レースのスイープフィートは決め手が優秀な馬です。12レースのベンダバリラビアは中京 1400m、東京 1600m が見たい馬です。12レースのミシェラドラードは重いダートでさらにということです。最後に日曜日中京競馬場です。天気予報は晴れとなっています。2レースのカリューは花切れればという馬です。6レースのマリレノは持続力が武器の馬です。三角の状態です。8レースのシーオブドリームスは東京 1300m でということです。三角の状態です。9レースのクイーンズミモザは重いダートでさらにということです。三角の状態です。9レースのサノネスポも重いダートでさらにということです。10レースの湘南アデイブは上がりかかればさらにという馬です。12レースのマイネルラッシュは軽い芝が合う馬です。さあ行くぞ。以上となります。今週の競馬も頑張りましょう。失礼します。